インターネットの発展に多大な功績を残したアメリカの研究者らが山本知事のもとを訪れ、デジタルクリエイティブ人材の育成に向け意見交換しました。県庁を訪れたのはアメリカのコンピューター科学者テッド・ネルソン博士とデイビッド・ハーバー博士、それに前橋市のデジタル個人認証メブク ID に携わる慶応大学の国領二郎教授です。山本知事は、群馬県は最先端のデジタル県を目指していて、人材の育成にも積極的に取り組んでいますと挨拶しました。アメリカの2人の博士はインターネットの発展に多大な功績を残したことで知られ、ネルソン博士は複数の文書や画像、音声などを結びつけるハイパーテキストの概念を提唱しました。今日の意見交換で山本知事は、県が取り組むデジタル人材の育成などについて意見を聞いたということです。